はい、いでございます。今日なんですけども、えー、水曜日でしたので、えー、ディスコードのお知らせ来ておりました。見ていきたいなと思います。えー、4周年開始が本当に良かったです、えー。大体みんな欲しかった選手の1人ぐらいは手に入れたので、この調子でお願いします。と、えー、木本ディレクターの方から、えー、コメントありがとうございます。喜んでいただけたようで、運営,一運営チーム一同、ほっとしております。 先週少し触れさせていただきましたが今週末スカウトという名称で一部ガチャに天井を用意する試作やポイントガチャのリニューアル4周年記念日の当日6月13日これ日曜日ですねえには前夜祭のアンケートのプレゼントの施策を用意しておりますプレイヤーの皆様が楽しめるように引き続き運営していこうと思いますこれ13日力林が出た中でフェス林がやっぱ欲しい幻林欲しい人多いのかどう,どうなんでしょうねはいえ次見ていきたいなと 思います運営さんお疲れ様です、えー、4周年始まるまでほとんどの方が不安でしたが不安でしかなかったですがまだ序盤ですが多くの旧潜在量キャラにより盛り上がっております提案ですが J.Y. 美咲のような A 技特技のキャラなどももう少しいろいろなキャラに増やしていただ,けたいいただきたいです久しぶりに面白く強いキャラとなっており A 技の価値が上がるキャラなので他でも実装検討お願いします はいえー、これに関して回答は、えー、旧選手の情報修正により各国のコミュニティからフレーマンのトーナメントなどが盛り上がっているとたくさん報告をいただいております。情報修正した選手の分析動画などもご連絡いただき一部ですが拝見させていただきました。 これらは、えー、昨年実施した3周年記念 CP のサインの、えー、このディスコードだいた、えー、フィードバックをもとに選手設計チームが綺麗に設計してくれたもので少しずつですが皆様のフィードバックをアプリに反映できたかと思います、えー、技の価値が上がるなど皆様が楽しんでいただけるように引き続き運営していきたいと思いますはいえー、まあ三崎クライフォットえー、ゴッザトラムなんか抜けてる まあフェスのシェスターエスパダスまあ若林島津というところでチームスキルも含めて非常に良かったという意見がね多いようでまあ自分も良かったと思いますしま,あまずはでもね執年で今回5%アップのチームスキルじゃなかったというところで3%アップだったところでまずそこが良かったのかなとまあアップはねもうもうもうねこれはやっぱりしてほしくないっていう意見はあるかな っていう気もしますしまあただねアップするのでただフェイスだっ2パーとかでね補えるよというような形でそこまで置いてかれませんわっていうところで5だとねやっぱね3体なので15%ね置いてかれて中間の補いがないっていうところでまあ うん、今回は最大今のところ9%で2でまあ1体くらい取れて67とか65とかはね現状組みやすいのかなと、まあ、前半の4分の1で6567組めてる方はまあ終,年終わるまでに68と69組めなくても6867とかまではいけるのかなと。でトーマさんが、えー、言っていたように、あのー、同じ例えば65と40。 えーまあ、69と、えー、36とかだとまああれ合ってるかな <laughs> 合ってるかな同じ4足していくから、えー、65と40と65と40と69と、えー、34だと三十四だと。 65と40の方がね強かった絆の方が、えー、数値ね微妙に上がるので同じ4の差だったりしても、まあ、絆の方が高い方がいいというところでもちろんそれはねチームスキルがあって絆も最大の方が強いので今知ってる限りだと68の 40.5?41.5 40. かなんかでいいんですよね68の41.5っていうのが、えー、1周目で最大値なのかなと思います。はい うん、まあでも良かったと思いますね。そこ,ここは結構ほっとした人多かったんじゃないでしょうか。自分もね動画美咲くんの動画とか、旧、えーね、洗剤のキャラクターの動画中心に上げてますけど、やっぱりね、持ってるキャラ、特にトッツとかでできるキャラクター多いので、その辺でまあ楽しめてるのかなと思います。はい、あと、まあ、A 技で言うとね、あのオーバーヘッドシュナですね。こちらの方がね、A 技の情報を送ると。 ね、非常に使いやすいキャラクターになってくるのかなと？とまあ、高浮き限定になってるので、まあ、他のね。威力とかもあればいいなと。ただ三崎君みたく得意とかがあるわ。キャラクターではないので、まあ、ね必殺技威力のブースト幅とか入れてまあ、また技になってしまいましたけど、技になってますけどえ、初期のねえー、いい技非常にいいんじゃないでしょうか。はい、非常にね。特にしナイダだ。楽しみかなと思います。 さあそしてこの周年に、えー、使いやすい絆が登場されたので3つのチームスロットの追加をお願いしたいです多分他の人がいらないと思っているけれど、えー、いろんなチームのバリエーションを作ってみたいのでスロットがいっぱいあれば感謝します改めてありがとうございましたご意見ありがとうございますデッキ数については多すぎるという意見もありますが改めて検討させていただきますうんまあこれは人それぞれですね一回解体するか、えーね、これは残しておきたいかっていうところで うん、足りたり足りたかったりその時々かなぁと思うんですけどねはい何、うん、だろうど,どうでしょうこれ皆さんどうなんですかねはい、えー、あこれねでもリーグの守備デッキをファーストデッキじゃなくて固定させてくれるといいんですけど、はい、まずそこの機能要はえー、と連盟対抗戦みたいな、あのー、リーグの登録デッキみたいなのをね早く作ってほしいなと思います えー、こんにちはゲームをスイッチに配信しませんかスイッチにアンドロイドゲームが多いので追加されたらいいなと思います。えー、今のところスイッチ、任天堂対応はしてないしま対応の予定はございませんと他のプラットフォームへの展開の検討はありますな何ですかねうん。プレイステとかでは絶対やんないでしょうから何でしょうね、うん、うん。ウェブウェブか。まあウェブとかなのかなはい。さあ、えー、次、えー。チームスキル20。 20チームスキル穏やかな強化でチームスキルが集まらないためにチームが定まらないということはないですえ旧キャラ潜在覚醒情報修正ものすごい嬉しいですあの時活躍したあの選手が今の環境にもう一度輝かけることに多くのユーザーは喜んでいると思いますこれからも期待しています20キズナ旧キャラ潜在や発生条件の緩和もありチームが組みやすいです去年とは大違い日本人だけえ南米だけで組みたいユーザーも多くるのでその方向を持った絆も欲しいですはい 20枚選べる力4枚いただきました多分さ、あのー、4年近くやってる方ですね普段なかなか手にない入らないカードが入手できて嬉しいです来年も楽しみにしておりますはいえー、丸ガシャ頻度怒涛のごとく来るでしょう全て弾けると思っていませんがある程度夢玉も配っていただけることを期待してます 三角ガシ,ャガシャの確率1万円札を払いステップ8を引いて50%のユーザーは新キャラを引けず何も得られません1万円って大金だと思うのですがただ旧キャラガシャ確率7%や確定や天井もあり揃いやすいです、うん、キャラも強すぎず弱すぎずうまく住み分けができていると思います×コインガシャ、えー、キャラ覚醒もありこのままだとコインが枯渇しますシナリオを5倍だけでは足りないです コイン入手の特別イベントか曜日イベントのエクストリームの実装が必要ですということみたいですはい。でこれに対して回答に関しては丁寧にまと丁寧にまとめていただいてありがとうございます選べるチケット4枚ということはリリース初期から継続してプレイしてくださる方ですねたくさん20丸がありプレイヤーの皆様に楽しんでい,ていただくださっていると思うと嬉しい限りです いいただいただコメンントは主ににプランナーチーチムに展開しておきます、えー、まだまだ改善すべき点はあると思いますが今後も長期的に運営していきたいと思いますのでよろしくお願いしますというところではい、えー、当たり障のりない返答ですね。 はいえー、そして、えー、プロデューサーの方からは、えー、4周年ということで金曜日リリースされたキャンペーンが始まりリリース直前に生放送やったりなどいつもと異なる形でスタートさせていただきました生放送はたくさんの方にご視聴いただき盛り上げていただきましたありがとうございますリリース直前に生放送は、えー、運営チームもとてもプレッシャーがあったと思いますが予定通りリリースとかすることができてほっとしておりますはいまあねうがいあの大きなトラブルもなく4時にね始まったというところでしょうか はい、えー、リリースの4周年ムービー記念ムービーが公開されていますまあ40周年とかけてというところでかっこいいので見てくださいこれはね意見の価値があるんではないかなというところで比較的まああの出だしいいんじゃないですかっていうのに対してありがとうございますみたいな形のコメントですかねはいまあ4周年の初めまあそれぞれ皆さんあの 感想はお持ちかと思うんですけど去年よりは、まあ、全然その、ね、あの不平不満が上がるような、ね、内容は少ないんではないかなと思うんですが微妙に、ね、ガチャの、ね、ステップ数とか多くなってたりとか、まあ、そういうところの商売系定はしょうがないのかなと思うんですけども。 うん、自分的には絆の組み合わせが去年はテレコ要は日本,でや日,本海日本のキャラだったら海外で海外だったら日本人を要求するんではなくて去年それやったんで今年は日本日本とか海外海外とかもうちょっとね逆にあの、まあ、属性属性だとかクラブクラブとかでもいいんですけどそっちの方向でやってほしかったかなっていうのが自分の本音です。まあそれはね自分が日本版やりたいだけなんですけどはいまあなかなかそうはね問屋は下ろしてくれないというところで。 えー、まあそういうキャラクターもね今後は出てくるのかなと思うところとあとはねまあ焦らずやっていくというふうな視点を持てばまあいい周年のスタートなんではないかなと思います。はい、うん、まあでもねやっぱりうーんでもチームがやっぱまとめなきゃいけないんですかねこうまとめなきゃダメなのかなやっぱ周年だから。 こう今回やってる内容を1年とか、まあ、1年とは言わないですけど半年かけて一個一個丁寧にやればもっと、ね、毎月ユーザーさん今月何来るかなとか楽しみ多いのになと思うんですけど、まあ、ここからこう直していくというような形のコメントもあるので、まあ、これを信じていいかどうかわからないですけど毎月の潜在っていうのが非常にね 楽しみなものになってたりとかするといいのかなと思うんですけどそれでいくと次、えー、ブラジルですねブラジルとドイツの復刻洗剤あるのでこの辺が特にね技のねシュナイダ、えーそしてマーガス。 えー、あとは、えー、ブラジルのディフェンダーたちですねディフェンダー守備のディフェンダーたちがどれくらいブーストするのかで一気にあのブラジルのディフェンダーでもしかしたらそれだけでキャラクター揃うくらいの数今回いますからどうなっていくかねちょっと楽しみにしたいなと特に南米パやられてる方であのブラジルのメンバーが、えー、復刻したらまあ去年ね即南米ちょうど去年の2月3月くらいですか一気にねあのブワーッとなってそこから。 一気にね切り替わっていったような形ですけど、まあ、そのキャラクターたちが、えー、また復活するっていうのとあと技の、ね、代表のシュナイダーに関してはあまりカイザーファイヤーのねシュナイダーあんまり輝かなかったので特にマーガスはねワンツーマーガスっていうね変わったキャラクターなのでどういう風にね勝利されていくかだからパスが強いキャラクターですねはい、まあ、この辺も楽しみにして、まあ、行きたいなとそして、えー、ドリコレドリコレですよねうん。 ドリコレどうですかねトーマさんとはねちょっと話したんですけどトーマさんはドイツじゃないかなという話をしてでフェ自分は日本かなと思ってるんですけどトーマさんはドイツのなんか神経神経神経か普通にカルツシェスターとかが来てっていうところででフェスは結構自分とトーマさんは一緒だったんですけど。 まあなん,てうんですねまたこれもまたどっか朝のトークとかでやりたいなと思うんですが「即のシュナイダー」「力のミスギ君」っていうところが、えー、超フェスなんじゃないかなというところで最近ね南米のキャラとか結構多かった 南米のキャラね結構出ていましたので、えー、そろそろ欧州日本まあ日本もねそういう意味ではライジングサンで松山君出てるのでまあ松山君のピックアップが、えー、7月の、ね、超フェイス辺りの日本と反対側とかそういう形で来たりもするのかなというところですかね。はいなんとなくこれはちょっと自分の予想ですけどさあ実際どうなっていくかっていうのと金曜日欧州セレクションがついにあのー。 えー、天井付きということで、まあ、天井の中でも、えー、ピックアップをねあのご指名できるようなスカウト機能があるというところで例えば PL ね、PL が欲しかったらナポレオンも欲しい人多いと思うんですけど PL しか取れない PL しか取れないっていう人が最終的にはなんで PL ナポレオン取れるとかそういうふうな形になるかなというふうな形であのフランスねトリオフランストリオじゃないフランスで、ね、2人 <laughs> 狙う人にとっては、まあ、天井は非常にありがたい機能かなと思います。 さあ、えー、そうすると、えー、ドリコレが水曜日というところで月曜日にドリコレのお知らせが来るんでしょうか今月はミニドリコレはあるんですかねあでも金曜日くらいミニドリコレもういきなり来そうな気もするんですけどはい、えー、どうですかねということで、えー、いつもご視聴ありがとうございます、えー、よかったらチャンネル登録、えー、よろしくお願いしますそれではまた